ヒゼキヤ王の掘った地下水路義本は旧約聖書に登場する川又泉、エデンの園を潤していた四つの川のうちの一つ、駆種地方全域を巡っていた。七十人に約聖書は駆種をエチオピアに当てはめた。ヨセフスは七十人に約聖書に習い義本川をナイル川と結びつけた。しかし、義本川がユーフラテス川やチグリス川と水源を共有していたことを考慮するゆえに、 創世紀二章十三節の区首を中央アジアに住むカッシート人と結びつける学者もいる。イラン南西部のカルン川とする説もある。ダビデの町と呼ばれたエルサレム城外東南のキドロンの他人の洞窟の中にある泉。日本の泉は古代エルサレムの主要な水源であった。ソロモンはここで王として油注がれた。ユダ王国の王ヒゼキヤは、 アッシリア帝国のセンナケリブ王の侵入に備えて地下水路を掘った。1880年に当時シロアムの池と考えられていた入り口6メートルほどの壁面にシロアム碑文が発見された。1910年に長さ533メートルあるトンネルが通り抜けられるように工事された。現在アインシティマリアムと呼ばれている。ありがとうございます。